もう急いで、ね、購入いたしました。途中のバス停までね乗車しています。急がなくてもね、次のバスのさっぷりしてね、よろしいんですけど、せっかく一日買いましたからね、メリットを生かしたいです。公園があるそうなんですけどね、営業所のバスに行くか、時間があればね、なければね、もうのさっぷりのバスとりあえず営業しなきゃ なんとかなります。綺麗です。たくさん買って1625円は安いですよね。花咲ガニも私買いました。まあね、大型のものじゃありませんけどね、小さいものはね。これがね、イオンですね。もう木で生い茂って見えないんでね、本当分かりませんでした最初はね。じゃあね、海が見えております。綺麗です。片手でなし、ちょうどバス停目の前なんでね、なんだか映したいんですけどね、望遠でね。これの操作ね、右手がね、イオン根室店です。あちら側がね、根室港ですね、根室のですね。でも大塚に当たりますよね、ここからだとね。途中までね、バス乗車いたします。もうね、お金持たなくても QR コードのペイペイ払いね、今はもう使えるとこ増えましたから、現金持ちなくてもね、よろしいです。全くね持たなきゃいけませんよ、バスのね、QR コード、クレジット、クレジットでお支払いできました。まあ便利です。山陽バスの考え方が古いですね、神戸の割にはね。古いです、考え方が。アリース営業所前行きね、10時、あれなんかあったんですけどね、時間間違えちゃったんでしょうか。10時ね、これですね、10時19分です、これですね。よく見ないとね、見落としますから、気をつけます。この営業所前までね、向かってこちらの、サップ線にね、40分ありますから。バタバタです。バタバタで、ね、バタバタはね、バスの時刻が最も気になりますから、バスと列車が神戸の夜明け参りませんからね、絶対。なるべくタクシー使いたくないんでね、タクシー使うのは他のこといろいろ使いますからね。アブマイ軍と、ね、買ったの、ね、かえって北方領土ですね。はい、来ました、バノバスです。バノバス乗車いたしますね。
い風が吹いてきました。一眼のカメラで、ね、撮影しております。私入りませんけどね。海外線北方領土、本当ですよ。海外線北方領土です。はい、バスが参りました。足がありません。アリス営業所マイクです。お待たせいたしました。この車はアリス営業所前行きです。整理券をお取りください。アリス営業所の設置予定になりますけど大丈夫ですか。はい、お願いします。お待たせ発車します。ご注意ください。親切にね、行き先をおっしゃっていただきました。次は、夜坂井町1丁目、夜坂井町1丁目でございます。お降りの方はお知らせ願います。次、止まります。先にあと向かうバスが14時で、ね、午後2時到着で最終ですから、ね、サップ岬とね、途中の途中で、ね、回ることになります。明日はね、また列車に乗車いたしまして釧路に向かいます。こちらがね、イオンね、イオン、ちょうどイオンの前です。イオンです。最北端ですね。日本最東端ですね。最東端。ここに、ここでね、イオン終わるです。最初はね、ここにあります、イオン北海道ですかね、イオンに看板ね、あります。そこがもうここで東の終わりになります。ここで終わり、ロシア始まるです。日本のイオンはね、ここまで。私立病院前でございます。お降りの方はお知らせ願います。こちらですね。あるんですがね、ちょっとどこに行けましたか。病院ですね、ホスピタルですね、病院ですね。なんで英語でホスピタル。次は終点アリート営業所前、アリート営業所前でございます。お降りの際はどなた様もお忘れ物ございませんようお支度願います。次営業所前、ありがとうございました。
終点となります。綺麗な海です。終点です。